痛い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  どうですか、辛くないですか。あ、痛い痛い、やっぱり痛い。あ、きつい。その女の人とは全然連絡つかないですか、飛んじゃった人。あ、そうなんだ、ね、今後は弁護士を通してみたいな感じになって。へえ、その人もなんか要は嫌くだとかなんか言ってきてるってことなんですか。何も言わずに。言わずに。ああ、まあなんかまあ自分が嫌だからやめるみたいな。へえ、勝手ですね。そうなんですね。なんか、うん、やっぱり自分でなんかやってみて分かったけど、はい、なんかみんな、はい、仕事で組む前の使ってくださいよの時が一番キラキラしてるなと思って。あそのキラキラに毎回騙されてた。ちょっとあのキャバクラと変わんないなと思って。つぎ込んだおじさんと同じみたいな。なるほど。ちょっともう黄色いさんとも話したんですけど、やっぱなんかそれ媚びてくる女に騙されるのはやめようみたいな。あーそうですね。痛い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 。これも大事なんですよね。あ、呪いだ。呪い呪われてます。一連の辛さ、私は呪いと。ああ、呪いね。ああ、飛んだ子の呪いだと。ああ、呪われてるんですね。あれでもいっぱい続いてますもんね。一個二個じゃなくて、なんか運気上げないとですね。あ、そうですね。ねえ、ちょっと落ちちゃってますもんね、それね。もうさっきの顔ずっと節目でしたもん。呪われた人の顔。ねえ、ちょっとやばいですよね、元気になんないと。そうですね。でまた元気に、私みたいなのはね、元気にあるとまた調子に乗って人に騙されるからね、節目な方がいい気もします。あー、そっか。体は健康だけど、はい、あー、まずは、あ、うん、あ、おとなしくしとくっていうことですね。まあね、確かに、まあ私もそういう、それ確かにそうかもしれない。うん、もう私毎日動画上げてるんですよ最近。あ、はい。それでもうすごい増えたんですけど、増えてるんですけど、うん、視聴数とか登録者も、うん、まあ、それも言ったら呪いですよね。年齢制限かける呪いっていう。あ、ね、調子に乗んなよお前っていう。そう、 YouTube の神様がね、目をつけてきたんですけど、お前だけいい思いをしてその点みことやは200から再生回数かからないみたいな。跳ね返ってきてるんですかね。なんか見事やった方も入ってきたりするんですかね。オーハのあの嫉妬の呪いが。まあでも嫉妬を集めちゃってはいるでしょうね、やっぱ目立つとね。そうですね、絶対それはまあ確かにあるよなと思って。でも絶対足を引っ張ってくる人はいますからね。いますね、うん、
だからもうなんかコメントでもあったんですけど、それはもうそういうあのつけ入る隙を与えたあなたも落ち度がありますみたいな。どういうこと？だからまあそうやって見られる人が増えれば、うん、やっぱこう少しでも足引っ張りたい人はいるから、ね、そうそうそう、でそこにそういうちょっとパンツが見えるとかやってしまえば、それはそうですよと、うん、そこに餌をまいたようなもんなんだから、うん、文句を言われても、うん、まあ、制限かけられてもしょうがないですよねみたいな、うん、今後はもう絶対ないようにズボンを履くとか、ね、しっかりやらなくちゃねみたいな。なるほどね。そうそうそう、ね、だからまあそれも一理あるなと思って、なんでそこまで規制かけるかなっていうのがなんかね、え、逆にでももっと際どい動画いっぱいあります。そうなんですよ、そこ何が OK で、でしかもガイドラインに違反してないって言われたんですよ、 YouTube からも、うん、違反はしていないものの一部の人に適さない可能性がありますみたいな、あとはしつこく報告してるアンチみたいな、そうそうそう、なんかもうそういう人たちがいるから、うん、悪いけどそういう人たちがいるからこれなしにしてねみたいな、うん、そうそうそう、まあだからガイドラインに違反するほどの規制がかけられるようなものでは本来ないんだけど、うん、まあ言ってくる人がいるから飲んでよみたいな感じですかね、うん、まあでもその辺はちょっと慎重になった方がいいっていうことはまあ確かだなと、うん、ただでも見てくれる人が、うん、やらない限りは仕切り直しも、うーん、そうですね、いいですね、ま、そう、思ったよりもすごいそれが、うん、本当に一晩で140とかコメント、まあ私が返って返事してるのもあるんですけど、うん、まあでもそれ抜きにしても本当に80とかあるぐらい、うん、いっぱいいろんなコメントを皆さん書いてくれて、うん、いいですね、そう、概ね高評価というか、うん、応援してますみたいな、うん、感じだったので、まあ、なんかありがたかったですね。ああ、やっぱ無視が一番辛いですよね。なんか猫とやなんて8ヶ月前に上げた動画まだ300です。でも前なんか何十って言ってたじゃないですか。あ、本当ですか。それに比べたら300多くない。ビビったろ。なんかさりげなくバットは増えてるみたいな。バットボタンは増えてる。バットが増えてるんですか。コメントつくのね、バットはちょっと増えてる。ムカつく。ムカつくやつなんで。でもモハさんのってやっぱちょっとそういうそこ狙ってるところもあるじゃないですか。要はちょっと、まあ、メッシーとかって嫌悪感がを抱かせる対象であると同時に、なんか一部の人にはすごくなんかいいっていうような、そうですよね。だからまあそういうなんですか、汚らわしいみたいな、うん、なんかまあしょうがないっすよね。一般の人にはあんまり高評価がいっぱいつくっていう風にはなりにくいのかなとは思います。そもそも見ないと思うんですよね。まあそうですよね。うん、なんかわざわざ見ておいて文句つける人っていますからね。よくわかんないです。どうですか今。痛気持ちいい。痛気持ちいい。熱っ。こうね。